今回はあなたがボタンに座っています。アンダーザガンからレーズがありました。その時のボタンのスターティングハンドについて見ていきましょう。こちらがスターティングハンドになります。ボタンっていう位置はやっぱしポジションが最強。余裕なんで、もう他のプレイヤーのアクションを見てから行動することができるので、ブラフレンジがめちゃくちゃ多いです。この A5 から A2 まではブラフです。あとは54から76までのスーテッドコネクターもブラフとして利用してます。その他にもスモールブラインドからの3ベッドのハンドレンジに比べると、すごいコールが多くない？ここら辺。ジャックから7のポケットペアとかコールしてます。スモールブラインドっていうのはポジションが悪いから、もうほぼ3ベッドでコールで参加するハンドってほぼなかったけど、ボタンはコールで参加するハンドがこのように多いです。では実際に、アンダーザガンからレーズがありました。その時のボタン、どのようなアクションをしていくか一緒にクイズに答えていきましょう。今回全部で50問やっていきまして、考える時間は全部で2秒から1秒ぐらいでいきましょう。OK, let's start. これは、これ、レーズとコール50%ぐらい。コールの方が多いんやな。これ、コールや、確か。ジャックはコールよな。キングクイーンは、何やろ、参加エースのクイーンとエースキングしか参加できひんよな。え、ジャック10はコールか。え、そうなんだ。あれ？後でしっかり確認していきます。残り14問。いきましょう。77まで参加できるよな。ポケットペアは。なんで55はフォールドになります。このようなエース2のスーテッドとかはブラフレンジとしてレーズで参加していきます。さあ、50問答えました。皆さん何問正解することができましたでしょうか？今回ね、1問間違えてしまったな。残念。ありがとうございます。ああ、これジャック10ここ入ってんのか。ジャックライン、ここは意識しててんやんか。そしてまあ、エースだったらエース10のスーテッドが参加できると。ジャック10も、あ、そうか。参加できるんか。ボタンやから広い範囲で、広いレンジでゲームに参加していくからこそジャック10参加できるんやな。
これがスモールブラインドの場合、あなたがスモールブラインドに座ってて、アンダーザガンからレーズがあった場合、ジャック10っていうのは参加できへんねんな。やっぱしボタンっていうのはポジションがいい分、参加できる範囲が結構広がってるっていうことがわかりました。次回はあなたがボタンに座っています。ハイジャックからレーズがあった時のボタンのスターティングハンドについて一緒に勉強していきましょう。まあ、アンダーザガンからのレーズとハイジャックからのレーズで、それほどボタンのハンドレンジっていうのは、それも変わらないと思うんですけど、まあ、しっかりね、勉強していきたいと思います。